カババです。先日このですね NS メスティン、これ快速旅団のですね NS メスティンを紹介したと思うんですけど、せっかくなんでご飯を炊いて初炊きということでやってみたいと思います。通常のメスティンはですねもう何回も使っててですね、大体やり方はもう分かってるんですが、これノンスティック加工をしたからといってさほどやり方に違いは出るとは思えないんですけど、炊いた後のですねご飯の離れ具合とか、その辺ちょっと興味があるんで今日ちょっとやってみようと思います。大体30分ぐらい水を吸わせた、普通のお米ですね。量はですね、1合ですね。大体水の量はですね、これねノンスティック加工しちゃってるんでちょっと見づらいと思うんですけど、水はですねちょうどこのリベットの中心ぐらいだから、もうちょっとかな、軽くこんなもんですかね。これでですね1合のお米をですね炊いていきたいと思います。で一応炊くのはですね、これはもうスタンダードなところで、これ S ビットのちょっとこう汚いんですけど S ビットのポケットストーブですね。これにですね、これが100均の固形燃料ですね。ちょっと痩せちゃったやつなんだけど、これが 25g が3つ入って100円のやつですけど、25g のやつを使っていきたいと思います。でこんな感じで、時間ですけどこれで測っていきます。これね、火にかけてから3分約40秒ぐらいですね、ぐつぐつ言ってきましたね。大体ね、これ部屋の中で無風状態でやってるんで、大体4分以内で、ぐつぐつ言ってくるって、普通のメスティンでも一緒ですね。箸でこう音を聞いてみると、少し蓋が持ち上がってきましたね。だいぶ湯気が、ちょうどね6分ですね、6分前後で、かなり煮立ってきましたね。ちょっと蓋が上がってきちゃうんで重しをのせます。実はちょっと重しの代わりにですね、これちょっと一緒に食べようと思ってるんで、これハンバーグですね。これ大丈夫かな、ダメ、燃えちゃいそう。約6分ぐらいのところでですね、だいぶ沸騰し始めて、今7分ですけど、今ぐらいがですねこの蒸気の出方を見ると、かなりピークっぽいですね。特に火の調整はせずにですね、自動炊飯って言われるだけですね、とりあえずほっぽっとこうかなと思います。今ですね10分経過しました。グツグツはですねほぼ収まってきた感じですね。ただ湯気はこういったとこからですね出てますけど、湯気の勢いもだいぶ少なくなった感じがします。グツグツ音もですねもうさほどしてない感じですね。ちょうどですね燃料がこの段階で最初の大きさから比べるともう5分の1どころか8分の1ぐらいになってるんで、56分でしょうかね。持って5分ぐらいかな。ちょうど今ですね13分ですね、経過しました。もうほとんど大きさはですね、燃料の大きさはそうだな、パチンコの玉ぐらいの大きさですね。メスティンの方もほぼグツグツの音はもうしてないですね。これ外しても持ち上がってこない。さすがにねこの上に乗っけといた水はですねお湯になっちゃいましたね。あ、どっちみち温めるんでこの中入れときましょうか。ちょうどですね14分52秒でこう火が消えました。まあ15分ですね、15分で、鎮火しました。では、まあ、この状態で、まあ、蒸らしという作業があるんで、だいたい僕の場合は、まあ、裏返しにしてですね、まあ、こんな風にやって、まあ、軽くこれで終わりです。これをですね保温のためにタオルかなんかにくるんで置いてきます。はい、こんな感じで、まあ、とりあえずで今日はですねせっかくまあご飯を炊いてるんで一緒におかずも作ってですね、それで夕飯を済ましちゃおうと、まあ、いうような魂胆なんですが、今ちょっとハンバーグを温めて。はい、それではですねだいたい蒸らし、まあ、10分も経ってないかな、まあ、約10分経ちましたね。ちょっと開けてみましょうか。はい、こんな感じですね。匂いはねすごくいい。色もねすごいツヤですね。一回こうやってね混ぜるとまたいい感じになるんで、ちょっと食べてみますか。うん、めちゃくちゃうまい。すーごくうまい。これ熱いよ。おいしい。おいしいでしょ。うん、すごくうまい。これ直火はおいしいよ。うまいね。じゃあね、これとりあえずできたんで、ちょっとおかずをね作ろうと思います。おかずはね、せっかくほらこれ蓋もねノンスティック加工、まあ要はフライパンになるわけですね。せっかくだから。やっていきたいと思います。一応ね燃料はさっきの100均のカップのやつはちょっとあれ多すぎるんで、これはSビットの、まあ、純正の燃料ですね。はい、でですね卵とさっき予熱しといたハンバーグのせて。一応ハンドルはねこれ以前なんか買っといたんだけど、とりあえず、まあ、今回初使用ということでここでやっていきたいと思います。これにハンバーグね、反対だったちょっとこれねハンドルが非常に持ちづらい、これはもうしょうがないとして、じゃあこれで食べていきましょうか。まあ、先ほど炊き上がった1合のご飯ですね。おおうまそうだねこれ。まあハンバーグライスということで食べていきたいと思います。これ大体ね、まあ、食べた感想なんてどうでもいいんでしょうけど、要は焦げついてるかどうかの話ですよね。ちょっとねこれを移動してきますね。そうするとね、まあ、これで焦げついたらね金返せって話ですけど、まあ、こんな感じでですねテフロン加工のフライパンのように非常にひっつきも何にもないですね。目玉焼きにしてもですね何の問題もなく、これ非常にいいですね。でご飯にですねこれをかけていくと、おお、こんな感じですかね。ちょっとね最後崩れちゃったんですけど、目玉焼きハンバーグ丼ですね。いただきます。うん、うん、うまい。これね見てもらうと分かると思うんだけど、これひっつかないでね、まあ、もちろん焦げた匂いもしないんで焦げてないんでしょうけど、これは炊いた後洗ったりね綺麗にするのに非常に楽ですよね。やっぱね山登り行くんだったらさっと濡れティッシュで拭いてですね、なんとかできるやつが一番なんで、ノンスティック加工してあるメスティンっていうのは、まあ、ちょっと山道具としても使えるんじゃないかと思いますね。普通の車で乗り付けてボンボンボンって荷物を置くキャンプ場でしたらね、家のもの持ってったって一緒なんですけど、やっぱり山登りの、こういったものが必要だなとね思います。うん、非常にこれ出来がいい。はい、こんな感じで食い終わりました。まあ、本当にノンスティック加工ってまさにこういうことを言うんだなという典型的な見本ですけど、もう本当に焦げ付きも当然なくてですね、あとおそらくこれちょっと、まあ、水かお湯ですすげば全部取れちゃうでしょうね。ティッシュかなんかで拭けばと。非常に高い買い物だったことは間違いないんですけど、これはいいと思いますね。はい、以上でございました。